はいどうも皆さん、銀城でございます。アンド仲間です。ちょっと久しぶりですけど、久しぶりっていうかもう1年ぶりですね。ポート、クロスフィットオープンの、クロスフィットオープンの予想は久しぶりです。ポートフェット YouTube です。そうオープン専門の YouTube です。いやいや、楽しみにしてて、俺今後頑張るから。でですね、また2022年度のクロスフィットオープンが始まるってことで、毎年これの予想動画を作っていきたいと思います。僕とヒカルちゃんとキースちゃんとモモちゃんとケイジ君が、まあ、予想、まあ、5つ出るってことですね。1週目のメニューをちょっと予想を書いていきますか。では1週目か、あ何週目かどうしてなんでちょっと飛ばすじゃあ行きますか。一回じゃあシンキングタイム、タイムスリップしようか。うーっと OK。 はい、じゃあ私からヒカちゃんがお願いします。はい、私の予想は12変換のアムラップ、はい、で、回数がどんどん増えていきます。3、6、9、12、15って感じで増えていく、はいはい、まずトースーバー、うん、とデッドリフト絶対とバーフェイのラテラルジャンプオーバー。あーなるほどね。です、はい、はいはいはい、バーフェイシングでラテラル、ラテラルで、はい。おおなるほど。ちょっとまあ早いかなと思って早くするってことですね。そうそうそう、だからどんどん回数いくけど、まあトーストゥーバーで腹筋しんどくなるし、デッドリフトもまあ多分連続はできなくなってくるしみたいな。なるほどね、はい、面白いかなと思います。股関節の閉じて開けての地獄ですねこれ。そうです、ちょっとキースちゃん殺しのワークアウトを作ろうかなと思って。何を言ってるの仲悪いんですか。いや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 。じゃあ次はおい7 minute AMRAP of wall walks。 Wow。 いやー、ありがたくない。2013年かな、確か。あの7 minute burpees ありましたね。なのでちょっとなんかレトロみたいな新しいの組み合わせて、なるほど、ね、これ面白いと思います。確かにね、これきついな。いやー、やりたくないな。自体重に対して強い人やっぱ結構いきそうかな、ね。そうだね、確かに、うん、まあまあでも面白いっちゃ面白い、うん、はい、ありがとうございます。はい、ケイジ、はい、もう反射しちゃって OK。 10ラウンド35回ダブルアンダー10回スラスター、うん、43キロと29キロ、うん、まあ僕やりたいからいつもお前ギターよくしますからこれあれですね、予想じゃなくてやりたいの方が強い、まあ、2017年にやったと思う。まあなんか本当はスナッチのやつやりたかったんですけど、うん、1周目だったらちょっとあの重す、高重量は絶対高重量でちょっとあのハイスキルのやつはしないから、もう少し簡単なやつで次やりたいやつを、うん、じゃあ来週はもうあれですね、もっとやりたいやつが次なるほどなるほど、 OK です。じゃあ週ごとになんかやりたいやつが増えて、なんかそう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 、ケイジのやりたいトップ3ランキングでやりたいやつをどんどん出していく。なるほど、ありがとうございます。まあ確かにこれきつそうだけどな、350回と100回のスラスターですもんね。でもなんか今年のリピートなしって言ってませんでしたね。そう、いや知らない。え、リピートなし言ってたと思う、言ってた気がする。ケイジアウトもう無理やん、ケイジ多分ね、多分リピートしてるもんな。え、なんかインスタで見ました、モーニングチョークから。へぇ、多分オッケー。じゃあ、モモチャマ、こちらです。ダダーン、4 time50フィートのシングル、シングルアームダンベル、オーバーヘッドランジ、30回ハンスタンプッシュアップ、50回モックスステップアップで、また戻っていくみたいな感じ。おお、面白いかなと思ったけど、出ない気がしてきた急にどうしたどうしたいや、なんか出そうかなと思ったけど、1周目でこれ来ないかな、なんか2周目か3周目でこんなの来そう。あれなんか肩結構しんどいのも多くないですか、1周目。そんなことない。まあ、うん、そういう、いや、これは 18.3 にちょっと似てます、うんうん、ちょっとパクった、ちょっと変えました。4タイムか、アムラップになる気がするな、でもね、オアハンドサンプシャップ30回か、まあいいんじゃない。 18.3 は確か200フィート50回ステップアップ、50回ストリクトファーストプッシュアップ、あーそうだそうだ、50フィート違う、200フィートのハンドスタンドウォークやったと思うんですけど、そうだそうだ、で終わる人がほぼいなかったみたいな。これは結
ッピング使えるし50フィートとか終わるかなと思って、うんうんうん、なんか頑張ったら終わるスタンダードでユーカのスペースはいる、いらない、フロースペースは別に書いてないから、でも壁のスペースはいるって言ったから、あ、ウォーキングはないかもっていう予想ですね。そうそうそう、じゃあその場でかな。なるほどね。どうだろうね。今回短めですよ、みんな20分のアムラップないじゃないですか。12分、7分、タイムキャップ12分タイムキャップ10分。あ、いいんじゃん。私、あ、もう当たっちゃうね、これ。おい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 、15分アムラップなんで、一番長い。で、ハングダムクリアンジャック、出そう。これ12回これでも片手6回、6回のイメージです。なので半分から、これまあ過去に1回出てますね。で前はまあ5回やって判定5回だったんですけど、今回まあ6、6で、ダンベルステップアップ、これもダンベル持たないといけないです、シングルダンベル、はい、で足交互にステップアップしていくんですけど、まあ持ち方自由っていうことですね、ダンベルは。で48回見るとき、このまあ6の倍数ですけど、2倍、3倍、9倍、うん、8倍っす8倍っすをこれ15分間回していくという感じです。まあまあまあ、まあ、ダンベルが出るとはなんか思いますね。結構ダンベル、あ、そうでもないか、ちょうど半分ぐらいか、バーベル2つとダンベル2つと器具なし1つ自重のみ、器具なし、おー、これ合ってるんじゃない、おー、これいいんじゃないですか。まあまあバランスいいので誰かしら近いのはあるんじゃないかな、ね、ダイス、いやー、それキース、銀、お、うん、あとは何かありますか。あとはなんか、まあまあ他に皆さんも予想したいやつをコメント欄に残していただいて、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします今後頑張るから YouTube マジで毎回言うけど、今から、はい、今からです。じゃあ皆さん今年のオープン頑張っていきましょう、はい。